はい、僕がね、これを書いた理由なんですけれども、僕、高校の時、ニュージーランドにホームステイしてたんですそよ。うなんだ。そう、だから、もっとたくさん留学して、英語を学びたかったなと思って、留学にしました。私もそれにすればよかった。何、走るって。走るって何？いや、私足速かったんですよ。あ、そうなんだ。速そう。すっごい、学年で一番速かったマんです、ジ小学で？校の時に。おお。で、高校生の時は、運動会とか、そういうのに一回も参加せず、あ、そうこのだね。走るという得意分野を、こう、一回も発揮できなかったなんるです。ほどだね。から私は走ることをやり残してしまったんですね。高校時代ね。そこだけが心残りなで、るほだど。からこのドラマでいっぱい走るシーンがあ るんあ、です、そうだ今日ね。から。いっぱい走りたいと思います。ぜひご覧ください。